進歩のためだったんだ。違う。人の心を忘れたところに本当の科学の進歩なんてない。犯人の声を分析した結果、コンピューターの合成音と判明しました。おそらく犯人は自分の声を聞かれたくなくてコンピューターを使ってるんだと思われます。ところで教授、盗まれた大気圧変換装置ってのは一体どんなもんなんですか？簡単に言えば、日頃我々は1気圧の中で生きています。しかしこの装置を使えば、それを自由に変えることができる。20気圧にでも30気圧にでも。そんなことをしたら全てのものがぺしゃんこに押しつぶされます。それだけじゃありません。気圧をかけておいて装置を停止すると、今度はその反動でその付近一帯が一瞬真空状態となり、大爆発を起こします。バカな。その装置の最大出力は？最大出力は 40G で、半径20キロ四方を一瞬にして破壊することが可能です。じゃあコンビナートが爆発したら、それこそ最悪の事態に。こちらです。ここで待機していてください。コンビナートまでの飛行所要時間は30分、現地到着時間はちょうど正午頃になります。たった30分で岩手まで行けるんですか？大したものだ。私たちにとっても心強い味方です。行くぞ。出動だ。イニッションスタンバイ。エンジン稼働。通信 OK。 通信装置 OK。 管制塔 OK。 ディステイスワンテイクオフ。Thank you.